今回は、チェンソーマン161はチェンソーマンパズル、そして162は恐ろしい奴にて、新たに分かったことを考察していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。160は心臓の動く向きでサムライソード、そのバディの釘の魔人と、行動を共にすることになった朝たちは、無事デンジが解体されていた手術室に到着しました。朝たちが収容センターに押し入ったのは、157は進学資金なので、目標までに結構なスピード感でたどり着いています。夜が脅すと、解体作業していた人の一人が箱を指さします。夜が箱を蹴って開けると、中から手が出てきました。夜はバラバラになったチェンソーマンの体を、繋げ紐を引くことで復活を目論みます。自分でやらず殺すぞと脅し、はるかたちに面倒ごとを押し付けていますが、真っ先に従って動き出したのが、キガなのが意外でしたね。キガちゃんは手術室に乗り込んだ時も、ここにチェンソーマンがいるはずと言っており、チェンソーマン復活にかなり前のめりなので、自分が動かない夜の代わりに、動いているのかもしれません。伊勢海春川国正義東山の花、そしてキガちゃんの4人で、バラバラになったデンジを組み立て始めます。デンジが復活するための心臓を、同じ場所に保管していたのは、かなりセキュリティが甘いですが、解体作業が終わってすぐ押し入られたからでしょうか。チェンソーマンガチファンの伊勢海は、心臓や内臓に対していちいち反応しています。このチェンソーマンパズルでは、伊勢海の変態ファンさと、デンジの下半身を服笑い状態にしようとする、サムライソードというギャグが散りばめられています。服笑い状態にしようとするサムライソードに対して、夜は完璧な状態のチェンソーマンに、戦って勝たないと意味がないと言っており、これはマキマの支配条件と同じく、自分が相手より強いと、心から思えるかどうかが大切なのだと考えられます。これに対してサムライソードは、冗談の通じねえ女だ、と返しており、朝と夜が似たような気真面目さや、頑固さを持っていることが伺えます。ここで釘の魔人には、まだ学生だからわからないのねと言われますが、夜は全部わかっている、と、子供っぽさ全開の返事をしており、チェンソーマンに助けられて、時短打を踏んでいた際のお子様感がここでも描かれています。夜は本当に戦闘以外ではポンコツの悪魔のようです。バラバラになった体を並べていた野花が、頭を発見して驚き、はるかが顔を拝むために野花から、頭の入った箱を奪うと、チェンソーマンの顔を見たはるかは驚きの表情を浮かべ、解剖チームにこれが本当にそうか?と確認し、君のボーイフレンドじゃないか?と朝にデンジの顔を見せました。夜は人間の顔なんてどうでもいい、と言っていましたが、顔を見た途端に朝に変わり、驚愕の表情を浮かべます。伊勢海春香がボーイフレンドと呼んだのは、彼が朝とデンジの上デートを見ていたため、二人がそういう間柄という認識があったためでしょう。余裕があれば伊勢海春香によって、朝のなゆたに奪われた記憶の補完が期待できます。デンジは104話ネタバレで朝に、俺がチェンソーマンなんだと明かしていますが、ようやく自然な形でチェンソーマンだと、周りの人にバレましたね。おそらくデンジが望んだ形では全然ないと思いますが、サムライソードと釘が寝返った際に、公安のデビルハンターが、お前ら全員殺せる奴を連れてくると吠えていましたが、今話でやはりクアン氏を連れて再登場しました。朝たちが押し入った手術室で作業していたリーダーは、冒頭でサムライソードが押し入った際には、あららで済ませ、綺麗に積んだ箱を崩したことを、謝るべきだ、と怒り、元デビルハンター部の部員たちが、チェンソーマンパズルをしている間に、優雅にコーヒーブレイクしています。続いて162は恐ろしいやつ、にて新たに分かったことを解説していきます。釘の魔人が命乞いをしながら、釘を飛ばして攻撃し、釘が攻撃するのと同時に、サムライソードが切り込みますが、釘を剣で弾き、切り込んできたサムライソードの首を切り落とし、追撃してきた夜と釘二人の攻撃を受けてから、二人を吹き飛ばし、釘には結構なダメージを与えています。夜はキガちゃんの策略のおかげで恐怖が集まったことで、二部開始当初と比べるとかなり強くなっていますが、侵入後に強い武器を作れていないことと、吉田が腕を切り落としたのが効いているようです。単体でも結構強い3人を相手にして、これほど優位を取れるクアン氏と戦って、瞬殺されなかった岸辺と吉田は一体何者なんでしょう。クアン氏が活躍するごとに、この2名の株が上がっていきます。釘と夜が吹き飛ばされ、
クアン氏に一番近かった東山のバナは、悲鳴を上げながらそばにあった。デンジの生首を掲げて盾にしました。デンジの頭を盾にされたクアン氏は、攻撃をやめ、ノバナは生き延びます。デンジの体を盾にする行動は、姉の東山小紅が、大侍ソード茜戦で行っていたので、デジャブを感じます。小紅はデンジを盾にしながら立ち回っていましたが、ノバナは小紅ほど戦い慣れしていないようです。東山家の面々は、常に生きるために最適な行動ができるようなので、この状況下でも小紅ちゃんは、どこかで生き延びていてくれそうという希望が湧きます。クアン氏が攻撃をやめたことを、公安デビルハンターが叱責すると、クサレインからこいつだけは敵に回すなと言われている、と返しました。クサレインとは言わずもがな、元バディの公安デビルハンターの岸辺のことでしょう。岸辺はデンジのことを、最もデビルハンターに向いている、と評価していましたし、岸辺やクアン氏が倒すことができなかった、マキマを倒した実績があるので、手を出すなと忠告しているのも頷けます。第一部ではクアン氏が岸辺にアドバイスをしていましたが、第一部終了した後のどこかのタイミングで、岸辺からクアン氏に忠告をしていたのでしょう。命令を聞かないクアン氏に対して、愛人どもの死体は公安で保管してんだ、と脅します。クアン氏の愛人は、ピンピロンツギハギコスモの4人がいましたが、ピンピトロンはサンタクロースの手によって、人形にされて死亡。コスモとツギハギは、マキマによって首を切られて死亡しています。この後公安たちによって、遺体が回収されてしまっていたようですね。クアン氏はこの後マキマに支配され、マキマのことが好きという状態にされていたので、マキマの支配が解けてから、公安から改めて声をかけられたのだと考えられます。そして現在は自分が不在の間に、公安に取られてしまった愛人たちの死体を取り戻し、きちんと弔うために公安にこき使われているようですね。第一部では死んだ血の魔人のパワーが、ポチタの肉片の力で血の悪魔として復活しましたが、あれはデンジの体内に、パワーの血が残っていたため復活した特例です。通常の死んだ魔人を蘇らせることは不可能だと思うので、彼女らが2部で登場することはないと考えられます。クアン氏は登場した中でも相当強いデビルハンターで、不老不死の存在ですが、常に何らかの首輪をつけられていますね。現在公安に所属している魔人と、ウェポンズたちはみんな自分の夢や人質のために、いやいや働かされているようですが、自分の目的であり自由意志が残っているため、命令を遵守させることはできないというのが、マキマがいた時といない時の大きな違いのようですね。登場してからムカつくムーブをしていた、浮気者眼帯の公安デビルハンターは、命令に従わないクアン氏を脅している最中に、後ろからチェンソーマン化した奥さんに殺されてしまいました。釘の発言からすると、サムライソードが切り込んだ際に、もどき化した人間たちを閉じ込めていた部屋の扉を、切り壊していたことがわかります。サムライソードは一瞬で、クアン氏に殺されてしまいましたが、この浮気眼帯が死んだおかげで、クアン氏は命令に背いて、負けるという選択ができたため、朝たち全員の命を救ったのは、サムライソードと言えるでしょう。クアン氏は監視役でもあった眼帯が死んだため、負けたことにすると言って、朝たちに殺されることを望みました。戦争の悪魔であり、負けることと助けられることが嫌いな夜は、冗談だろ?とその言葉を疑いますが、チェンソーマンと同類で死なないと聞くと、作戦として殺されることを信じ、クアン氏の言うことを聞く代わりに、チェンソーマンはお前より強いか?と尋ねます。クアン氏は弱い、だけど私よりずっと恐ろしい奴だよと答え、夜のメス剣で殺されたものと思われます。自分が歯が立たなかったクアン氏が、チェンソーマンは自分より弱いと評したからか、自分よりも強いクアン氏に勝ちを譲られたためか、夜は悔しそうな表情を浮かべています。完全体のチェンソーマンと戦おうと言っていたり、勝ちを譲られて嫌そうな顔をしているあたり、正々堂々と戦って勝つことが夜の矜持かもしれません。今回、飢餓と朝夜が収容所に潜入し、161話チェンソーマンパズルで無事目標の、チェンソーマンにたどり着けました。朝がデンジの正体を知りましたが、驚愕の表情を見せていこう。戦闘のために夜に変わっているため、反応を見せていないので、次の話で朝の心境が描かれそうで楽しみです。デンジが復活したらすぐに、サムライソードが突っかかってきそうでしたが、クアン氏によって頭を切り落とされ、誰かが抜刀動作しないと復活できないので安心ですね。チェンソーマンガチファンの伊勢海春香が、
デンジに対してどんな反応を見せるのかも楽しみです。今話で初めて岸辺の存在がちらりと匂わされたこともあり、現在の岸辺がどうしているのか気になるところです。公安に在籍しているのなら、デンジの監視は岸辺が行いそうですが、第一部でもこれから忙しくなると言っているので、ナユタを中国からさらってきた時のように、公安のために国外に出ている可能性もあり得ます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。